どうも、チカリダ TV の田代チカラです。今回なんですけど、スリランカにいた時やタイにいた時にもやったんですけど、今シーズンモンゴルで生活する家のルームツアーをしていきたいと思います。モンゴルリーグでプレーする選手がどういう家に住んでるのかっていうのを、今これ撮ってるのももう僕の部屋なんですけど、この部屋もそうですし、他のリビングだったりそういうところも細かく紹介していければと思うので、楽しんで見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、こちらがマンションの外観です。1階に CU っていうコンビニがあって、それはとても便利でよく使ってます。マンションの入り口はこんな感じです。ベンチがあって子供たちが遊ぶ遊具が置いてあります。もう少し暖かくなったら外のベンチでゆっくりしたいなと思います。はい、それでは部屋の中に入っていきたいと思います。玄関はこんな感じで、靴を脱ぐとかもなく土足で生活しています。このドアの奥が僕の部屋で、こちらの部屋がネオっていう選手の部屋で、奥がユウヤっていう選手の部屋です。で、その奥の扉がユウヤとネオが使ってるシャワールームです。はい、雰囲気はこんな感じですね。鏡があって、シャワーがあって、で、こちらにトイレがあるという感じです。僕の部屋には個別でお風呂とトイレがついているので、こちらは2人で使ってもらってます。続きまして、共用スペースのリビングを紹介していこうと思います。こちらに曲がっていくと、ソファーとテーブルが置いてあって、こちらにテレビもあるっていう感じですね。で、そこから左側に向いていくと、ピアノがあって、テーブルがあって、冷蔵庫、こちら手前が洗濯機で、電子レンジとか置いてあって、キッチンもあります。で、シェイカーとかマグカップとか、あとこのプロテインとかコーヒーは僕のものをここは置かせてもらってます。で、シンクがあって、後ろ振り向いてここが冷蔵庫ですね。まだ料理をする道具とかがないので、またそういうのも用意してこのキッチンも使っていければと思います。ピアノもタイミングがあれば練習したいなと思います。で、こちらベランダみたいになってるんですけど、ここは今のところ全然使ってないですね。はい、こんな感じでリビングの紹介は終わりたいと思います。続いて僕の部屋を紹介していきたいと思います。はい、それでは僕の部屋に入っていきたいと思います。入っていきなりマッサージチェアがありますが、こちらは壊れていて使えません。で、撮影用の三脚があったり、ヨガマット、マッサージポール、ベッドで、こちらテーブルがあって、ソファーがあるっていう感じです。ソファーはもともと廊下にあったものを部屋に入れました。で、こちらは10年以上使ってる足の裏をほぐす竹踏みですね。で、ここにあるのがパンで、今は毎朝コーヒーを入れてパンを食べてます。このテーブルももともとゆうやの部屋にあったんですけど、僕の部屋にもらいました。ありがとうございます。で、練習のない時間はこのヨガマットでストレッチしたり、マッサージポールを使って体をほぐしてます。で、こちらにドアが2つあって、右側から見ていきます。こちらはかなり広めのクローゼットになっています。一人のものを整理整頓するには十分すぎるスペースかなと思います。なので、だいぶ棚はスカスカです。こちらにテーピングとかスパイクとかが置いてあって、で、反対側にトイレットペーパーだったり洗剤だったり、あと洋服とかを置いてるっていう感じです。続いてもう一つのドアの方を見ていきたいと思います。こちらはトイレとお風呂と洗面台があるっていう感じですね。はい、トイレがあって、洗面台があって、こちらに浴槽があるという感じで、洗濯物もいつもここに干してます。こちらは今日練習で使った服です。まだ洗ってません。後でしっかり洗います。今奥にあった洗濯バサミのやつはこっちで買いました。という感じで、ちょっと贅沢なんですが、僕はこちらのトイレとお風呂を一人で使わせていただいてます。いや、このマッサージチェアが使えれば相当いいんですけどね。このベッドは寝心地すごくいいです。ソファーの横にあるのはゴミ箱を、まだ買ってないのでゴミが入ってます。はい、ということで、今回は今シーズンモンゴルで生活する
家のルームツアーをさせていただきました。現在この家では日本人3人、僕を含めて3人で生活してるんですけど、一応僕が最年長ということで一番いい部屋を使わせていただいております。モンゴルのイメージだと、多分来たことない人だとやっぱりゲルでの生活とか草原とかっていうイメージがあるかもしれないですけど、家はすごくしっかりしてますし、浴槽もありますし、リビングとかもねすごくおしゃれな作りになっていると思います。街の作りも結構おしゃれだったりするので、そういうところも今後紹介していければと思います。とりあえず今回はルームツアーということで、この住んでる家はチームが用意してくれてるんですけど、モンゴルでプレーするサッカー選手がどういう家で生活しているのかっていうのを見ていただければと思います。これを見てモンゴルのサッカー選手すごいいいところ住めるじゃんって思う人もいると思いますし、ルームシェアというか同じマンションに日本人3人で生活しているので、なんだ一人一人部屋用意してもらえないのかって思う人もいるかもしれないですし、どういうふうに思うかは人それぞれでいいのかなと思います。これから海外でプレーをしたいっていう方がいればね、この動画を少しでも参考にしていただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。